レン、葵、ミナミ、そしてハルマ、みんな記憶を取り戻した。だからって何も変わらずいつも通りで、俺はそれに少し安心している。本当に初めて会った頃と変わらない。俺が上野原に転校してきたあの時と。少しだけ遊んであげる。やめろ。今日は転校生を紹介します。じゃあ自己紹介。影月明。影月くんの席はあそこね。後ろから2席目。みんな仲良くしてね。じゃあ転校生の紹介も終わったところで、先週配ったプリントね。転校生だったんだな。また会えるとは思っていなかった。しかも同じクラスとはな。何の用だ。昨日の礼を言いたくて。動くな。返せ。なんだ。どうすればいいかわからないんだ。は？近くに花屋があるはずなんだが。ありえない。その制服、上野原中だろうが。次の角を左に曲がれ。左か。そっちは右だ。どうやら僕は方向音痴らしい。どうやら。男二人で花屋なんて最低だ。助かったよ。あの花、母さんの好きな花なんだ。少しは喜んでくれると思う。次は一人で行け。ああ、左に行けばいいだろ。どこから左か分かっているのか。どうやらお前確実に方向音痴だな。ひどいな。自覚もないのか。俺の使っている地図アプリだ。これに町中の花屋を登録しろ。
自分のスマホにだ。あ、ごめん。あとは自分の行きそうなところと。それならモンストコロシアムだな。お前もモンストをやるのか。ああ、登録はこれか。なんだ、こういうの苦手なんだ。君に任せる。で、結局連れてきてくれたんだ。春馬が時間通りに来るなんて、恐怖の大王とかいろいろ降ってきちゃうね。ひどいな。ま、僕が勝手に彼の後をついてきただけとも言える。春馬すぐ変な方に行くし、ついてこれる程度には気を使ってくれたんだとは思うけど、どうしちゃったのあれ。ちょっと怖いんだけど。スマホ操作してるだけなのに殴りかかっていくように見えるんだよね。おい、あの学ランのやつ、仙台コロシアム出身だ。仙台で対戦相手の女の子を病院送りにしたチームがいるって噂、あれ本当か。本当本当。妙な技も使うらしいけど、親が地元の権力者とかで泣き寝入りなんだって。なんて周りが見えてなくない？いや、先を読んだ上での計算のモンストだ。2ターン後に勝負をかける気だ。なんでわかるの？攻撃後の敵と影付きのモンスターの位置だ。今の攻撃で敵の受けたダメージは少ないが、次の攻撃の威力が弱くなる配置になる。だから一番いい軌道を狙ってくる。いけるぞ。それが影月の狙いだ。喜んでいられるのも今のうちだ。最後のモンスターをカムイの正面に配置できれば、影月の勝ちだ。俺は絶対許さない。所詮この世は弱肉強食、強ければ生き、弱ければ死ぬ。何をそんなに怒っている。まだだ、全然足りてない。何なんだよ、もう勝負は終わった。こんなのは恐怖でも何でもない。どうすれば恐怖を与えられる、痛みを分からせられる。それができなければ俺が戦う意味がない。葵、南。ん？何？影月を仲間に誘おうと思う。え？やだ、怖いもん。春馬はあの転校生が私たちの4人目だと思うの？わからない。わからないが、あれは影月の本質ではないと思う。それにモンストは仲間が4人揃って初めてその力を発揮できる。仲間か。こんな理由ではダメか。そうじゃないけど、春馬はもう誰も誘わないんだと思ってたから。
入りたいって人何人も断ってきたし。私だって同じだよ。だよね。だから二人の意見が聞きたいんだ。私4人目は今はいないだけだってなんでかずっと思ってた。春馬がこんなこと言うの初めてだし、それが今だって言うんならそれを信じる。私もモンストやる以上いつまでも3人じゃいられないしね。転校生が帰る前に私たちの戦いっぷり見せてやろうよ。ああ、オパリオ。二人とも大荷物だな。今日は影月明勧誘大作戦。それなりの準備が必要でしょ。言葉以外に何か必要なのか。そうなんだけど。ん、来た。ん、頑張ってみなよ。私たちも手伝うから。おはよう。昨日影月の後が僕らのバトルだったんだが。みたいだな。見てくれたのか。敵は知っておく必要がある。影月、僕らは敵じゃない。仲間になってほしいんだ。興味ない。なあ、影月。ん？ハルマがここまで粘るのも珍しいけど、影月もすごい勢いでタイミング外しにかかってきてるし。まだ慌てるような時間じゃない。うん、ハルマがダメなら私たちが頑張るしかないよね。計画通り行こう。もちろん。チャンスは次の休み時間と帰り際。失敗はなしで。ラジャー、来た来た。男だったら絶対ラブレターが欲しいはず。メールもいいけど、やっぱ手書きの手紙ってところがポイント高いと思うんだよね。手間と時間がかかってるもん。まあ中身は徹夜で量産した勧誘レターだけど、あれだけの量をもらえば断れろ。まあ、勧誘するより仲間にしたって先に公表しちゃえば断れないよ。おめでとうございます。やつが封筒の使い手だったとは。抜かったわ。どうする、仲間にはなってくれなそうだったけど。私たちのバトル見てたんだよね。敵扱いされてたけどね。勝利のポーズがイマイチだったのかな。おそらくそこじゃない。ん？仙台か。仙台で対戦相手の女の子を病院送りにしたチームがいるって噂、あれ本当か。本当本当。それが影月の怒りと関係あるとしたら少し調べる必要があるな。本当か、教えてくれ。じゃあこうしてこう。完璧。勝利のポーズパーフェクト。
げつき。ここを右に曲がる癖があるだろう。右？ああ、最初に会った時もここを曲がろうとした。そうだ、この先に駄菓子屋がある。俺は花屋の話をしてるんだ。いつもあいつの背中を追ってた。引き離されても最後は必ずそこで待っててくれた。だから道に迷うんだ。そいつの背中より道を覚えておくべきだったな。駄菓子屋か、まだあるのか。ああ、案内しろ。無意識に曲がるくらい通ったんなら迷わないだろ。なんだ。影月に駄菓子のイメージがなかった。あいつが好きなんだよ。あいつ、それ絶対彼女でしょ。隠さないで、仙台の子でしょ。教えて、大丈夫だって。口堅い方だし、誰にも言わないし。どうしたのこの駄菓子。こいつらお前の知り合いか。南と葵は君のクラスメートでもあり、僕のチームの仲間でもある。敵な妹だ。お、あーん。妹さん、喜ぶといいな。ああ、リハビリのいい気分転換になるだろう。え、妹怪我したの？さあな。仙台で何があった？病院送りになったチームがあったと聞いたが。それが俺と妹のいたチームだ。勝てば仙台トップ3になるって日に、俺はテストで参加できなかった。普通だったら3人でも勝てるくらいの相手だったのに、あいつら。ありえない。妹たちをわざとフィールド内に入れてモンストをした。そんな状況でまともに戦えるわけがない。何もできないまま妹は。ルリー、どうして警察沙汰にならないのよ。警察にも学校にも話したが、誰も聞き入れてくれなかった。それも奴らの親が金に物を言わせて握りつぶしたせいだ。それであの怒りか。影月、モンストを復讐に使うつもりじゃないだろうな。お前には関係ない。待ってよ、敵はフィールドを拡張したってことだよね。ああ。前にそんな不正プログラムが一瞬で回って回収騒ぎになったよね。その辺詳しい子に聞いてみる。その必要はない。ああ、なんで？情報は多い方がいいじゃん。あ、葵だけど。え、どうしたの？え、モンストコロシアムで怪我人が出たって。多分影月が言ってた奴らと同じかもしれない。状況が一緒だから。仙台から来たってこと？神の原はモンスト発祥の地だ。力試しに来るプレイヤーが多い。待て！奇遇ですね、また会えるなんて。ふざけるな！お前の相手は俺だ！先輩に対する態度じゃありませんよ、影月くん。そんなに怒らなくても、ちゃんとモンストしてあげますよ。ちゃんとね。妹と同じ目に合わせてやる。危なくない？なんでアラートが出ないんだ？ダメじゃねえか、中に入っちゃ怪我するかもよ。なあ。だよ、全然ビビらねえな。すぐに泣いて助けてくれと叫び出します。
今までの人たちだってみんなそうだったじゃないですか。俺はずっと考え続けてきた。お前たちへの復讐に必要なものは何か。だが妹が大怪我を負わされた一戦の映像を見続けるうちに、一番早いのはお前たちの真似をすることだと気づいた。そうすればお前たちが妹にしたこと全てをそっくりそのまま返してやれる。最初に真似るのはこれだ。なんで俺たちまでフィールドに入んだよ。これヤバくね、ヤバくね。あいつ俺たちと同じことをしたんだ。黙れ。攻撃は僕たちが防ぎます。さっさと元に戻せ。お前たちは怯える人間に向かって笑いながら攻撃を仕掛け続けた。おい、あいつ本気でヤバいぞ。俺たちに向かって撃つ気だ。下がれ、ネロ。調子に乗りやがって、ぶっ潰してやる。何もできないままやられていく気分はどうだ。それが恐怖だ。それが痛みだ。お前は卑怯だ。俺は逆らえない。逆らったら母さんの仕事がなくなる。だからって不正プログラムの使用が許されるとでも思っているのか。心配になって後を追ってきた。何をやっている。影月、奴らと同じところに落ちるな。人を攻撃したらそれはもうモンストじゃない、ただの暴力だ。怪我するぞ。それだ、妹さんに大怪我を負わせたのと同じ暴力を君も振るうのか。今だ、やれ。形勢逆転。最初の状態に戻ったか。カウイ。何、どうして動かない。カウイ、僕たちがフィールド拡張しかできないとでも思ってましたか。敵を倒す手段は多いほどいい。楽しみが増えるからな。これでも食らうがいい。まだまだ。何もできないままやられていく気分はどうです。君は正義感が強いようだから最悪でしょう。無関係の人間まで巻き込んでるみたいですしね。影月、怒りを捨てればこのモンストは勝てる。影月は何度も
僕の行くべきところに連れて行ってくれた。今度は僕が君を連れて行く。動けもしないのにか。これは俺の始めたバトルだ。俺が肩をつける。なんか飽きてきたな。思ったより泣きわめかないしな。予定外の手まで見せる羽目になったし、死なない程度にとどめ刺しますか。キュービの力見たいでしょ。見たいわよね。すごいな。影月は一人でこれを抑えていたのか。何？バカかお前！お前じゃない、ハルマだ。ネロを倒せ。フィールドの拡張もこの身動きの取れなさもあれの仕業だ。影月、僕に向かって撃て。ありえない。大丈夫だ。一人じゃできないことでも仲間の力を合わせればできることがある。あるわけない。ある。さすが兄弟というか、やることが一緒だ。まあでもそろそろやられた方が楽ですよ。怒りを抑えろ。動けなくてもいい。敵を撃つ必要もない。デタラメなことを言うな。モンストをやる人間ならみんな知っている。冷静になって妹さんと一緒にモンストをしていた時を思い出せ。一人では撃てない。仲間がいて初めて撃てる。どんな攻撃よりも強い力を持っていたはずだ。僕と仲間を信じろ。アキラ、お前たち。ヒーローは遅れてやってくる。葵って呼んで。私はひらがなじゃなくって漢字の南で。よろしくお願いします。これで本当のモンストができる。葵。了解。南。イエスマン。お前はもう死んでいる。次の一撃で終わる。アキラが始めたバトルだ。アキラの手で終わらせろ。嫌味か。友情コンボを制する者は試合を制す。終わりよければ全てよしって言うでしょ。そうだな。そうだ、仙台でもこうやって戦っていた。神の原でもこうやって戦うべきだった。Thank you.
アキラ、制服できたのか。学ランよりマシかと思ったが、襟元が気に食わない。それより額の怪我は。出血の割には大したことなかった。すぐに治るそうだ。そうか。この前の奴らがモンスト ID を剥奪されてた。逮捕と同時にもみ消されてた件も傷害事件として調査されるそうだ。知ってる。今日は機嫌がいいな。瑠璃が、いや妹が笑ったんだ。塞ぎ込んでたんだが逮捕されたって聞いて安心したようだ。アキラとそっくりだな。モンストも再会した。仙台の仲間とまたチームを組むそうだ。そうか。あ、それでこの前のことなんだが。あそこの花屋。あり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 あそこの花屋行くなら連れてってやるよ。ああ、素直じゃないな。おじさん新作メニュー考えてるんだ。今日はどの花にするつもりだ。霞草だ。花言葉がどうとか南が言ってたやつか。ああ切なる。個人西の方甲殻楼を辞し演歌三月陽州に下る。ここにいたのか。どうかしたのか。午後の授業サボっといて何言ってる。もうそんな時間か。サボるつもりはなかった。ただ考え事をしてた。葵と南が心配してたぞ。方向音痴が極まってとうとう教室にも来れなくなったってな。ひどいな。帰るぞ。花屋に行くんだろ。今日はいい。母さんの具合が悪いんだ。まっすぐ帰るよ。その方がいい。病気や怪我の時は家族がそばにいるのが一番だ。そうだな。辛い時に一人は寂しいだろ。アキラ。なんだ。助けてくれてありがとう。逆だろ。俺の方こそ春馬に。怖かったんだ。ずっと眠ってるだけの母さんを見てると一緒にいるのに自分一人だけな気がして怖くなった。毎日花を買いに行くのも母さんのためだと言いながら本当はただ一緒にいるのを避けてただけだ。でも母さんのことを考えると戻らなくてはとも思って、そう考えるうち一歩も動けなくなった。道に迷ったんじゃなかったのか。道に迷っていたのも事実だ。ほら見ろ。だからあの時見ず知らずの僕を花屋まで連れて行ってくれてありがとう。俺はそんなつもりで声をかけたんじゃない。それでも僕は本当に嬉しかったんだ。お前は一人じゃない。葵も南も俺もいる。俺の仲間はお前たちだけだ。どうしちゃったのかな春馬。人の心配はするくせに自分のことは全然話してくれないんだもんね。春馬いた。屋上にいたが母親の具合が悪いから今日はすぐ家に帰るそうだ。家？病院じゃなくて。ああ。ん？春馬のお母さんって
まだ退院してないよね。オパリオインジアフタヌーン。久しぶり。ハルマくんのお母さんのお見舞い？はい。ほら、ハルマ来てますか？それが最近来てないのよ。でもお母さんの具合が悪くなったって。いつも通りよ。母親は病院だったら家にいるのは何かがおかしい。葵、ミナミ、ハルマを探す。一人にしてごめん。僕だけが仲間と一緒に楽しんでた。父さんは研究が忙しくて帰ってこられない。母さんには僕しかいなかったのに。一緒にいてあげられるのは僕一人だけだったのに。これからは一緒にいるから。僕がいるから。僕が俺が。母さん。いた、ハルマ。でもなんで一人で戦ってるの？したぞハルマ。俺たちに隠し事をするな。このバトルが終わったらお前の家に行く。そこで話そう。さっさと肩をつけるぞ。やめろ。こんなの前の俺と同じじゃないか。お前らしくない。これが俺だ。俺俺はチームを抜ける。何言ってん。どうしてよ。ずっと一緒にやってきたじゃない。私たち仲間でしょ。お前たちなど必要ない。違う。俺は知ってる。仲間と力を合わせた時こそ本当の力が出せると。本当に？そう言ったんだ。誰が？誰か。わからない。大事な友達だった。お母さんを苦しめているのはその子なのに？違う。お父さんが言ってたでしょ。言って忘れてしまいます。忘れたくない。忘れられないなら、お母さんが記憶の底に沈めてあげる。やめて。あなたにふさわしい力をあげる。俺にふさわしい力見せて。私、ハルマにしかできない戦い。来ないかと思っていた。勝負の前に約束しろ。俺が勝ったらチームに戻ってくると。勝てるのか。前の俺とは違う。お前が教えてくれた怒りを捨てたモンストを。外で 4DAR が展開だと。やれ。
シファ。火の指輪はどうした？お前と同じだ。必要ないということか。だったらどうしてあの時俺を助けた？勝手に助けて、勝手に仲間にして。初めて会った時、何考えてるかわからない変な奴だと思った。君に任せると言いつつ本心を言わない。俺は嬉しかったんだ。無理に笑顔を作ってくれたとしても、何を思ってるか話してくれた。俺も素直に言えばよかった。もっと早く言っておくべきだった。ありがとう。終わりだ。お前の負けだ。それでも俺にはお前以上の仲間なんていない。お前が戻ってくるまで待ち続ける。絶対にお前以外の仲間なんて。ハルマも元の生活を取り戻しつつある。今は無理でもまたモンストをプレイできるようになるだろう。過ごした時間の長さだけが重要じゃないことくらい理解できる。それでも
俺だけが始まりの指輪じゃない。俺はこのままあいつらの仲間でいいのか。